はいどうもチェリーです。まずね、五等分の花嫁アニメ第2期制作決定おめでとうございます。ということでね、アニメ制作2期のね、アニメ制作決定したみたいなんですけどね、まさかその日に僕はこれを買っちゃいました。見えます？これが全巻ドスーン買ってきましたわ。で、それがね、また見てほしいんですよ。こちら。まあ、とっとよ、落ちる。危ない危ない。ちょっと本を貸してね。ちょっと本が太いからね、でっかくて太いから、ちょっと邪魔や、膝の上に置いてたら。はい、置いとこうね。はい。で、これが見てほしかったんよ。ただこれを見てほしいだけの動画なんですけど、まあまあね、紀伊国屋書店で書いてますね。なんでアニメイトとかで買ってないんやって話やけど、まあ、紀伊国屋で買ったんですけど、ここ。え、どこや？ちょっと待ってな。はい。ここやね。五つ子ちゃんたちね。今言えた？五つ子ちゃんたちがね、誕生日5月5日じゃないですか。ということでね、僕はしっかり5月5日。2019年5月5日の18時29分。時間は微妙やけど、ガツーン買ったりましたわ、これ。五等分の花嫁。ドゥーワーン、ズドドドド、ドガーン、4262円ということでね。がっつり買ってきました。これも記念に残しとくよ。誕生日に五等分の花嫁を買いに行くっていう、まあ、聖地巡礼みたいなもんよ。全然巡礼はしないけどさ、聖地をそれぐらいに近い。なんか誕生日プレゼントあげたではないけども、自分で買ってもらう、何が言いたいのかわからんわ。もう何が言いたいのかわからんけど、とにかく5月5日に、五等分の花嫁を記念に買ってみたっていう、ただの、うん、多分狙ってはなかったんですけどね。たまたま5月5日遊びに行って買ったっていうだけなんですけど、後々レシート見たら、あ、ほんまやと思って気づいて、なんか嬉しい気持ちになるっていう、なんなんやろな、俺何が言いたいんですかね。まあでもこれでね、五等分の花嫁、じっくり読んでやろうかなと。ニノがどんな姿になるんかと。ニノが結構アニメの、後の原作でいいぞっていう声をいただいてるんでね、そこを、舐め回すようにじっくりこう目で舐める感じで、ねろ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 ってな感じで見ていこうかと思います。はい、今回はね、五等分の花嫁全巻買いました、&5月5日の誕生日にも買ったぞっていうただの報告でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。